皆さんどうも、今回は J1 第1節、サガン鳥栖対アルビレックス新潟について少し振り返っていきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。この試合、まず触れていきたいのは、サガン鳥栖の守備について触れていこうかなと思います。まあ少しプレッシングのところの変更というか、修正というか、昨シーズンからの積み上げというか、が見えた一戦だったんじゃないかなと思います。基本的に 4-4-2 で構えることは変わりはなかったんですけど、サイドの受け渡しの運用の仕方っていうのは昨シーズンと少し違っていたかなと思います。プレッシングに出る場合、まあ、4-2-4 の形で、この試合はプレッシングに出ていたんですけど、変わったのはミドルブロックのところって、サイドハーフがしっかりとハーフスペースの場所に立ってここを消していくことっていうのをまず行っていました。でその際に、例えばですけど、新井選手が幅を作った時、まあ、もしくは小見選手が幅を作った時っていうのは基本的に原田選手が出ていく形が多くなっていました。まあ、幅を作った選手に対してサイドバックが出ていく形が多くなっていて、でここのチャンネル、サイドバックとセンターバックが割れる場所、ここのスペースを福田選手だったり、逆だったら川原選手が埋めていく形が多くなっていたかなと思います。昨シーズンは山崎選手だったりキムテヘヨン選手、まあ、センターバックの選手がここを埋めていって、割とセンターバックが割れることが多かったんですけど、今シーズンからは割とここに福田選手が降りてくる形、まあ、センターハーフの選手が降りてくる形が多くなっていました。まあ、だからこそ小見選手がここに立っている場合は新井選手がかなり高い位置を取っているんで、ここの新井選手にボールが出た瞬間に原田選手がしっかりと出ていく形を取って、福田選手がここに降りてくる形で、まあ、ここでボールを回収することで、長沼選手がデン選手から小見選手へのパスをしっかりと消していることができていたんで、まあ、ここで挟み込んで回収するか、デン選手に戻した時に長沼選手がしっかりと出ていってハイプレスに移行してそのまま引っ掛けて攻撃に出ていくっていう形を取ることができていたんじゃないかなと思います。まあ、特に福田選手、原田選手、長沼選手、こちら側のサイドのところはそれがうまく回っていた守備だったんじゃないかなと思います。まあ、逆の樺山選手のところが若干縦パスを消せきれない時があったんで、丸橋選手に対してアルビレックスは松田選手と藤原選手で数的優位を作り出すことができていたんで、アルビレックス新潟は右サイドから攻撃を仕掛けていくことっていうのがかなり多かったんじゃないかなと思います。まあ、樺山選手の守備の立ち位置、スタートのポジションっていうのは一つ課題として見えたところだったんじゃないかなと僕は感じました。で次なんですけど、アルビレックス新潟の戦い、保持のところも触れていこうかなと思います。かなり保持をすることができるのがアルビレックス新潟なんですけど、基本的にやっぱり相手を止めるだったり相手を動かすっていうのが本当に上手だなと思いました。立ち上がりはちょっとサガン鳥栖のプレッシングに苦しんだところではあったんですけど、まあ、だんだん落ち着きを取り戻していく中でセンターバックの持ち出しだったり、サイドバックに対してサガン鳥栖のサイドバックに対して、まあ、小見選手だったり新井選手、松田選手だったり藤原選手、彼らで数的優位を作りつつ、まあ、ここのチャンネルをどのように攻略していくか、まあ、どのように取って背後を取っていくかっていうのをうまく作り出すことっていうのができていたんじゃないかなと僕は感じました。まあ、そのために堀米選手と比安選手、彼らを止める必要があって、なぜならここの長沼選手と樺山選手のところまで出ていくことで、まあ、外側でしっかりとポイントを作ることが必要になってくるからです。じゃあ例えばですけど、デン選手がこういう風に持ち上がった時に長沼選手がこういう風に出てくると、こういう形でここで新井選手がフリーになることができるようになっていきます。なんでフリーになれるかっていうと、長沼選手のプレスバックが間に合わないことで、なおかつ原田選手と新井選手、ここのサイドバックとサイドバックのところがかなり距離ができるんで、まあ、ここで新井選手が一つポイントとなることができるようになっていました。で当然福田選手がこういう風に入ってくると、谷口選手がリンクを作って、まあ、ここの平行を作ることができていたんで、しっかりデン選手とマイケル選手、彼らにボールを持ち出させることっていうのを行っていくことで、サガン鳥栖の守備に穴を開けていたなという印象を僕は受けました。
で、この時に宮本選手も秋山選手も堀米選手とヒアン選手の手前に降りながら、まあ、彼らをしっかりと内側に寄せることで、ここのやり取りっていうのは本当に多くあって、でここのやり取りをした中でしっかりとマイケル選手だったりデン選手、まあ、もしくは降りてきた宮本選手だったり秋山選手がボールを運んでいくことで、松田選手、小見選手が出口になることっていうのが多くなっていました。まあ、ここが少しアルビレックス新潟が昨シーズンと変わったところだなと思ったんですけど、秋山選手と宮本選手がこの2センターハーフトップを止めていくことって、まあ、何度も言いますけど、マイケル選手だったりセンターバックの選手が持ち出した時の松田選手は内側に入るプレーと、ここの内側に入った時の出口の作り方っていうのが本当にうまいなと僕は感じました。で、藤原選手も安全に高い位置を取ることができていたんで、ここで先ほど言った川山選手だったり長沼選手、まあ、ここをうまく動かしておいて、まあ、外側からこういう風に抜けていくのか、まあ、それともマイケル選手からこういうパスで松田選手が抜けていくのか、まあ、ここを割った時にチャンネルを走っていくのか取っていくのかみたいな攻撃をうまく作り出すことができていました。で、秋山選手も宮本選手も外側にボールが入った瞬間のサポートっていうのはかなり早かったですし、まあ、当然松田選手が内側に入ってきた場合、もしくは小見選手が内側に入ってきた場合は谷口選手が外側に流れることっていうのもありましたし、これをうまく作り出しながら攻撃を仕掛ける形っていうのは非常に多く見られた方法だったかなと僕は思います。で、なんでこれを作り出すことがいいかっていうと、まあ、谷口選手の同点ゴールなんかを見たときに、やっぱりネガティブトランジション、例えば背後を取った時の、まあ、ここのネガトラの人数を揃えることっていうのができていて、まあ、昨シーズン少し苦しんだところの一つでもあるとは思うんですけど、ネガトラの担保をどうするかみたいなところはセンターハーフがどうしても出ていく形が多くなっていたので、そこがちょっとはまりきらない時があって、それの修正を加えた一戦だったように僕は見えました。まあ、だから鈴木選手、谷口選手、彼らが出口になるんじゃなくて、しっかりとリンクする、まあ、もしくは外側を攻略した時のクロスのターゲットマンとしてしっかり機能していくことができていましたし、鈴木選手も谷口選手も、まあ、どちらもリンクが上手ですし、まあ、なおかつ鈴木選手は高さを作りながらポストプレーをして周りを生かすこともできるんで、中央に留まっていることでキムテヒョン選手と山崎選手、彼らを止めておいて、よりサイドバックとセンターバックを割ることができるような戦い方にシフトしているんじゃないかなと思います。まあ、かなりボールを握りながらサガン鳥栖のプレッシングだったりミドルブロックを空転させることができていたんで、攻撃に出ることっていうのはできていましたし、その中でしっかりセットプレーから逆転ゴールを生むこともできていましたし、なんかアルビレックス新潟の進化が見れた一戦でもあったかなと思います。試合が進むにつれてやっぱ体力が落ちてくると、オープンになってくると少し脆さが見えるところはありましたけど、それでもやっぱボールを保持しながら戦っていくアルビレックスの試合運びっていうのはさすがだなと思いましたし、しっかりと逆転しうるだけの設計があった一戦だったかなと思います。まあ、今季も相手を動かしながら、でなおかつ自分たちも動いてスペースを作りながら戦っていく様が見れるかなと思うんで、ぜひ皆さんこの試合も見返してみてください。はい、本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。